はい、皆さんこんにちは、ワンナリングルビッシュです。では信長の野望レプデンですね、続きをプレイしていきましょう。前回ですね、本願寺の一向一揆が起きていて、これが今ですね、高屋城に迫っているという状況になっているところまでプレイをしました。なので今回はこの高屋城の救援に向かいたいんですが、救援に向かえる戦力がどこにあるかというとあまり実はなくて、今ですね信長が入っているところから救援に向かうには少し距離があるかなっていうところなんですよね。とはいえここをそのまま見殺しにするわけには当然いかないので、まあ、なんとかね救援に向かってあげる必要があるんですが、どうしたものかというところですね。どっから兵を出すのが一番近道なんだろうな。まあ、とりあえず今多聞山、どうしようかな。まあでも高屋城に4000の兵で兵と武将の数が4であれば、まあなんとか防ぎきれるかなっていう気もするけどね。まとまった兵力を動かすだけの余裕が正直ないですからね。まあ、ここはもうこれこそって言った方がいいのかな。本当に武将数がものを言うゲームですよね。レプデンに関しては武将が多ければ圧倒的に有利。ボギャット戦国みたいに武将がいると逆に足かせになるっていうような、そういうゲームも中にはありますけど、レプーデに関して言うともう間違いなく武将数がものを言うゲームですね。さてどうしようかな。本当にどっから兵を出すかっていうところだけなんだけど、まあ、それによってねだいぶ情勢も変わってくるんで、さてさてどっから兵を出すか。まあ兵的に余裕があるところはあっても武将に余裕があるところっていうのは本当にゼロなんで、武将の数でいうところで多いところから、まあ、兵を出していくしかないですよね。じゃあちょっと武将数の多いところを見ていきましょうか。岸和田城が一番多いな、信長が入ってるってことは。ちょっとじゃあ岸和田城を見ておきますか。岸和田城は兵士は2万、まあ、この2万で叩くのが一番確実かな。というかまあそれ以外に選択肢はないですからね。もうこれで本願寺とも本格的に戦争状態に入りますね。で信長に関しては鉄砲で、勝家は騎馬、まあ、この辺りまででいいかな。あとは信長鉄砲を持たせたいけど鉄砲がそもそもないね。こればっかりはどうしようもないな。そしたら兵も輸送しちゃいましょう。このままね。お金も軍馬はほとんどないし、鉄砲に関してはゼロか。306。じゃこれで本願寺の一向宗を撃破しましょう。軍主は秀吉に任せて、基本的には全軍出撃ですね。まあ、一向宗を根絶やしにするっていうのはいいとしても、あ、そうか、信長足軽
に変更した後兵数をマックスにしてないから兵士の数がちょっと少ないな。さてこれで次どこ攻めるかなんですよね。手取り城を攻めよう。兵糧の数が5ヶ月分しかないのか。で5ヶ月分だと持たないで一旦岸和田に戻るしかないね。お、これで鉄砲がここでも作れますね。で本願寺の石山御坊を次攻めたいんで、まあ、その前に、うわ出た出た、また来たよ。懲りないな三好の軍勢も。三好に関して言うと全然本当に懲りないね。そうなるとどうだ、岐阜あたりから武将を呼び寄せるか。キヨスは何人いる。キヨスは4人、岐阜は6人か。となると移動で岐阜からではなく清須から岸和田に、どうしようかな。戦闘力が高い方がいいんでこの3人を移動させましょう。できれば岐阜城にいる武将を清須に送るなりなんなりして少しバランスを取ってあげたいかなとは思います。今どっかで兵を挙げたみたいになってなかった。ちょっとそれ気になるな。三好がおそらく上陸してくるんでその三好の上陸が終わったら手取り城の攻略に向かおう。こんなところで敵が出てくるの？やってくれるな。鉄砲の数は全然足りない。しょうがないね、足軽で臨むしかないか。敵の数がどんくらいかだよな。うわ結構多いな。本願寺に落とされる可能性あるの。水口が、いやそんな勘弁してくれよって感じだけどな。耐久8か。いやー水口は落ちるな。いや本願寺さっさと片付けないとちょっと鬱陶しくてしょうがないね。しかも本願寺ごときに完全に混乱させられてるって。一気持ちの城になるの？水口が。本当に鬱陶しいね本願寺は。そしたらですねもうここは
一気にというわけではないんですけど、もうそれこそほぼほぼ決着をつけるっていうぐらいのつもりでいきましょう。海戦だな、海戦。軍師は秀吉にして、副将に勝家と長秀。まあこの辺りはね、宿老中の宿老ですからね。これでいこう。まあこの辺り宿老級を前に並べてって感じかな。鉄鋼船も作れるような状態にはなってるはずなんですよね。カズマスがいきなりやられたか。兵力の消耗もそれなりに激しいね。このまま戦い続けてっていうよりか、一旦兵糧とかいっぱい持ってきたけど、兵を下げた方がいいですね。思いのほかっていうか断然強いな、三好の海戦。これ陸上で待ち受けた方が良かったな。これだと結構兵消耗してますよね。負けるってことはもはやないとは思うんですけど、さすがに兵力差がありすぎるんで。あとは逃がさずに打ち取ろう。よしよし、沖捕まえたね。長春、長春は斬首。よし沖だな、問題はよし沖。斬首。で、肝心の水口だな、水口。水口がまさか落とされると思わなかったからな。3000か、兵数3500、武将数が5。いや、これ攻められると結構きついな。まあ、しょうがないな。一旦岸和田に戻って、いや岸和田に戻るのはもったいないな。おお、藤高か、政治力高いね。戦闘力もね、もうちょっと高くてもいいかなって気がしますけどね、藤高に関して言うと。水口にの一番の近道はこの街道を通っていくのが一番いいのかな。
ただあそこに行くには本願寺を通らなきゃいけないんで、ちょっとそれは無理だな。お、高天神城が武田軍に落ちましたね。宇佐山城に攻撃か。いや、どんくらいの数で出てきてんの敵は。500×5 か。いや、本当に駆逐されるな、ここ。なんかちょっと考えないと。これ本願寺勢に一気にここ席巻されるな。絶対ここも落ちるしね。さてどうするかだな。信長が到着する頃には今度逆にあそこが危なくなってるんだよね、きっと。三好がまた攻めてくるのは目に見えてるからな。ここまでね、破竹の勢いで攻略を進めてきましたけど、そうするとだ、ライレンが来てんの今度。こっちにはライレンの兵力は2266、岸和田には927しかいないと。高屋は5040。どうしようかな。ちょっと兵を武将を一箇所に集めた方がいい気がするよね。まあ、とりあえず信長でライレンを撃ちましょう。副将にはもう、いつもの連中をつけられなくなってるからな。本当だったらね、しっかりつけてあげたいところなんだけど、成政も不甲斐ないな。こんなところで敵に。ライデンって感じか。ライデン強いね。信長も混乱させられるの、ライデンに。それほどか、ライデン。いや、本願寺対策なんとかしないとまずいね、本当に。本格的に。まあ、ライデンを。まあ倒しましたけどね。登用する登用する登用しないか。だったら斬首だ。本願寺勢に取られた城を取り返すために兵を集めていかなきゃいけないんですよね。まずは水口と宇佐美だよね。まあ、宇佐美はいいよ。あ、宇佐山ね。宇佐山はもう最悪いいと。で、清須にはもう武将が1しかいないんでどうにもならないでしょ。岐阜城は、6人外出中か。どうしようかな。この6人は、
一旦集めるしかないね。入場させよう。で、移動させて、一人移動させよう。で、さらに、複数武将が入ってるところはもう徹底して岐阜に一旦兵を集めるしかない。左近とかももったいないけどね。いや、左近とか長近が、久秀と長近が誰かと会話してるって、もう絶対恩願寺でしょ。お、これは羽柴秀吉に改名するな。烈風伝は浅野寧々子になってるんですね。あ、そうそう、あのイベントはちょっとね、字面が早いので読まないで進めますので、見たい方はね、ちょっと一旦停止するなり、スロー再生にするなりして、進めていただければと思います。岐阜にはまだ兵が入っていない？いや、武将が入ってないだな。入城させて、で、これで軍団で出撃だな。本願寺と三口城攻略に向かってもらって、三好はしばらく出てこないでいい？三好がしばらく出てこないんだったら、岸和田から次のターンで宇佐山を取り返しに、いや、手取り城だな。先に手取り城攻略だな。手取り城さえ攻略すれば北の方に全軍を差し向けられるんで、石山五分を抑えてから、それこそ先にね、攻略ができますからね。で、兵糧ですが、兵糧は、15ヶ月分あれば十分だろう。これで手取り城攻略に向かいましょう。で、水口城の攻略も進めていって、取り返しっていった方がいいかな。お、光秀ダメか、光秀ダメか、解放しよう。
そうすると手取り城攻略、水口城の奪還を進めていいかな。大丈夫そうですね。ただここ道が通ってないんで時間がかかってしょうがないね。軍師はどうしようかな。政治力が高いとかっていうよりも地方が高い方がいいんでね。そうすると守綱しかいないね。守綱にして、問題は敵の兵力がどんくらいかですね。まあ味方もそれなりに数は揃えてあるんで500か、余裕だな。市長は人のみに取り返せますね、これだったら。まあ名のある武将がそもそも入ってないこと、まあただここでかく乱されたっていうのだけでもかなりね時間ロスすぎますからね。本願寺は本当に害しかないな。この先のことを考えて水口城からは兵を出しておいて、いつでも本願寺の迎撃ができるような状態にしておいた方が良さそうですね。にあとはどんだけ兵が入ってるかだ。もう秀吉になってるね、しっかり。うん、羽柴秀吉になってるね。いやこれそうそうたるメンバーだよな、織田軍の方は。まずはそれなりにいますね。鉄砲も持ってるんだ。まあ、さすがだな、この辺りは。
っかり守りづらい城になってるね。ただ味方は本願寺の3倍で囲んでるんで、まあ、城攻めするとき最低でも2倍できれば3倍ぐらいの兵力が必要だって言われてますからね。問題は城門の硬さだな。ここは初めて攻める城なんで城門が硬い可能性があるんですよね。で城門突破 しなきゃいけない城門は3つ。みんなそれなりに鉄砲を持っていると。ただ城門は薄いね。城門はベニヤ板並みに軽いな。いや薄いな。なんでこのまま一気に一飲みにできますね。ここまで城門が薄いと非常に戦いやすい。でまあ、城が大きいとねそれだけでそのタイムオーバーになるっていう可能性もあるんですけど、ここに関してそんな規模の城ではないんで、もうゴリ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 攻めていきましょう。いや今回ことごとく敵捕らえてるな。ほぼほぼ全員捕らえたんじゃないの。よしこれで今回はだいぶ戦いやすくなるな。まあ、一時はどうなるかと思いましたけどね。移動、お前はじゃあ処刑するぞ。土橋、お前も死にたいか。お、本願寺が野戦を仕掛けてきたんだな。さあこの野戦どう出るかだな。まあただどう見てもね数的に有利ですからね。いやあの街道の行きちぎんところに兵を配置しておいてよかったですね。完全にこっちの目論見通り敵兵が出てきてくれたんで野戦で殲滅できる。それなりに数は減ったけどね。逃げられたか。まあしょうがないな。まあ、捕虜は登用するよ。
よし、これで次の目標をどこに設定するかというと、いよいよ石山御坊を攻められる状態になりましたね。で、あとは兵がそれなりに入っている多聞山に、ここにいる兵を一旦多聞山に移動しましょう。で、信長の本体に関しては、移動させます。ここには平塚為広だけ残して、残り全軍で、一旦高屋城に入りましょう。これで次回石山御坊を徹底的に攻めていきましょう。というわけで、今回は一旦ここまでにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。